こんにちは。国民民主党参議院議員の伊藤孝恵です。本日はアジアと欧州の皆様にメッセージを伝えることができ大変光栄に存じます。日本の議会におけるジェンダー平等は喫緊の課題であると同時に長年放置されてきた課題でもあります。3年前政治分野における男女平等を推進するための法律ができましたが、今なお実質的な解決につながる糸口は見出せておりません。参議院の女性国会議員は 22.9% になりましたけども、衆議院は 9.9%、 10人に1人もおりません。日本で初めて女性の国会議員が誕生したのは1946年、私の父が生まれた年でした。その数39人、割合にして 8.4%。 ところが翌年15人に減少し、元の水準に戻るまでに59年もかかりました。この間女性の視点が法律というこの国の当たり前を作る場所になかったことで、我が国は女性が働きにくい国、子どもが生まれない国になりました。女性を取り巻くあらゆる不条理とこの議会におけるジェンダー不平等は決して無関係ではないと私は思っています。その課題に対して今政治家である私が何をするのか、それが問われています。